でも一般の店より安いということで、会場には多くの家族連れが訪れて選んでいました。佐賀県から来たという60歳の女性は、孫に送るために来ました。一つ一つの作品が丁寧に作られていて綺麗ですねと話していました。佐賀門の展示即売会は明日も福岡県柳川市の市民体育館で開かれます。では気象情報です。今日も冬型の気圧配置が続く見込みです。九州北部は雲が多く、昼過ぎまでというものが違ってくる、気の長い方、気の短い方、中に大変にそそかしいって方いらっしゃいますね。結構身の回りにもいますよ、そそかしい人というのは。例えばメガネには霧島市のホテルや温泉旅館の経営者およそ20人が集まりました。はじめに集まった人たちはペットボトルに入れて持ち寄ったそれぞれの頭には期限切れした知恵がある。横浜市保土ケ谷区の富田正幸さんでした。前半もう一句ご紹介します。鹿児島市の愛子恵子さんです。我が子かと頭抱える反抗期、我が子かと頭抱える反抗期、頭抱える、頭を抱える、もうとっても困ることですよね。いろんな場面が考える。今日の一曲目、チューリップの歌で青春の鐘です。頭蓋骨になる前でもですね、素晴らしい美人とそうでもない顔ってどうなんでしょうね。1ミリとか目なんか大きいだって、そんな何センチもかあるわけじゃないですか。とりもちゃいです。微妙なね、バランスとかね、不思議なほどですよね。でもやっぱりこう歴然と固まってるのは簡単な、
随分とくらこっちのもんだ。あのだっけしはどうしようか。今日はね、随分と歩いて懐かしたな。これで弁当食ってね、弁当。え、変な風呂敷だな、おい。両替紐がついてやるな、おい。恐ろしい、恐ろしいってやら、一人大丈夫だよな。優先をもらって。じゃあな、今日お父さんがおむしにしてやるからな。